グロバの汁よりうまい、うますぎる。本当まろやかで美味しいわ。私は王族だけど庶民のカフェもいいものね。じゃあ私もいただこうかしら。ダメさ姉さん、いつもと飲んでるものは違いますよ。そうよ、雨でも降るんじゃないかしら。もう失礼ね、私だってカフェオレくらい飲むわよ。雨なんて降るわけないでしょ。おいしいわ、まろやかでとってもクリーミー。クリーミー、あ、クリーミー、私はクリーミー。どうかしたの。そう、私はパンプルピンプルパムポップ、ピンプルパンプルパムポップ。天使クリーミーバネッサ変身した。クリーミーバネッサ、そう、バネッサへの定価とは容姿の深いの姿、本当の姿は魔女の天使クリーミーバネッサ。とてもクリーミーなカフェオレを飲むと変身してしまうの。どんな設定よ。ねえルージュ。そうだね、クリーミーバネッサ。喋った。そりゃ喋るよね、だってクリーミーバネッサだよ。なるほど。何が納得できたの。クリーミーバネッサならありえる。あんたクリーミーバネッサについて何を知ってるのよ。それでクリーミーバネッサはいつものバネッサと何が違うの。ルージュが喋る。他に、それから衣装、それから、それから、いいわ、アスタとノエル、クリーミーバネッサの魔法を見せてあげる。誰にも真似できないクリーミーバネッサだけの凄まじいアイドル魔法をね。アイドル魔法、一体どんな。やった、パンプルピンプルパムポップ。飲んで飲んで寝る。いつもと一緒っていうか魔法じゃないし、アイドル関係ない。というかクリーミーバネッサって